どうもヘルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて、今回も公開収録で、のんびりやっていきたいなと思いますが、上から順にやっていこうと思ってて、クエストはこれ、まずここ狩り場の試練完了するのこれから行こうかなと思います。でああでもウェラック40か、すっごい高いね。まあとりあえず移動していきましょうか。と言っても移動がねめちゃくちゃ距離あるんだよね。なのでまあ移動を最初してクエストに臨みたいなと思います。ということで移動しましょう。さあとりあえずここまで来たけど受けれませんとかなったらちょっと悲しいねありえそうで嫌なんだけど。目を閉じたら凍りついて開かなくなりそう。あった、焚き火発見。ついでに商人もいる感じだね。いずれ使うだろう。これか。バヌークのストームスリンガー14だもんな。まだ8個としか持ってないもんね。はあ、博打。まあそうね、ヤギの皮とかいるんだよね、結局ね。んじゃ話しましょうか。番人か、オーリアに言われてこの狩り場に腕試しに来た。オーリアが？こんなことは初めてだ。それで訓練の目的は何だ？腕試しに挑むバヌークには必ず聞くことだ。実はウェラックの族長になるためにアラタークに挑むつもりでならばすぐに始めるんだな。意外と聞き分けがいい。お前の話をなんかこれ聞いてくるな。お前は経験豊富って顔してるなそれはもうたくさんの経験をしてきたさ。かつては雷鳴の乙女たちと共に駆け巡っていた時もあった。共にバンアーの男どもをなぎ倒したものさ。つかの間だがな、栄誉ある戦いで倒れたものや汚名で追放されたもの、奴らはまだマシな方だ。もっと悲惨なこともある。例えば？老いること、そして抗ってきた掟や伝統がなおも健在だと知ることだ。だったら若いままでいた方がいい。それぐらいなら死んだらマシって感じだね。腕試しについて。ここの腕試しの決まりは？カージャみたいなメダルはない。私も昔持っていたが靴の穴を塞ぐのに使った。その代わりこれまでにバヌークの狩人が立てた記録と争う。もしも2位か3位になれればお前の名は語り継がれることになるだろうな。じゃあ1位になったら？なれるかな。おお。そこは無理だって言ってるようなもんだもんね。カリウドの館。カリウドの館の一員じゃなさそうだな。どの部族も自分たちが狩り場を生み出したと言うんだ。カージャたちはただそれを真似しただけだってね。結局誰が最初？私たち。それをカージャが真似たのか？その通り。腕試しを開始する。どれにするか決めたら私が説明してやろう。いろいろあるな。制御、猛攻、族長。質問。腕試しは3つ。試練に耐え抜いてみせろ。はいはい。じゃあ上から順番からだね。制御。制御の腕試しではストームスリンガーの力を支配する能力を試す。
賢い者だけがこのシャーマンの武器を理解し、勇敢な者だけが扱える。受ける。準備ができたらロープで降りて試練に挑め。始める前に機械を狩り場に移動させなくてはならない。それから下れ。そしたらまず、あ、いるね。近い。今の外すんだよね。それがきつい。敵の攻撃当たるんだけど、なぜかこっちの攻撃は全部外れる。ちょっと画面バグってんのか。あ、やっと離れた。おい、1分半。早いの遅いの。そう、わかんない感じではあるね。バレながら戦うのはやっぱ難しいね。まあ、ただ威力がほんと高いのはよくわかった。どうでしたか。初めての挑戦で3位か。なるほど、確かに腕は良さそうだな。3位。あー、なるほどね。そういうのがあるわけね。猛攻の腕試しは戦いの最中での駆け引きが試される試練だ。機械の群れは数回に分けて狩り場へ放たれる。焦らず慎重に戦略を練るんだ。そうすれば圧倒されることなく敵を倒せるだろう。あのロープを下っていったら腕試しの開始だ。始める前に機械を狩り場に移動させなくてはならない。それから下れ。記録を破ったぞ。ウェラックで噂になるはず。さえずりの果てで私の名前も広まったはず。あら、狩り場に行くまで弓を射るのはよしておこう。でもさ、それで言ったらストームスリンガーの性能が良くないとさっきのは無理だね。なぜ？やっぱ外れるね。お願いだからさ。
なかなかやっぱ当たんないね、このゲームのエイムはね。次は、さっきの頭当たってないんだよね。てか上どうやって、いう感じか。いや、はい。今のも当たんないんだもんね。いやーダメだな、エイムが悪い。今から出てくるでしょう。上か。今の当たんないんだよね。だからね。いやいやいや、今の当たって。この距離当たんないんと一緒だもんな。それも当たる。マジでそんな避けれないことある？
ギリシルバの挑戦でまさか2位になってしまうとはな。そうそうあることじゃないぞ。2位の箱、いやーマジで当たんないんだよこの腕試しは雪の外科で最も危険な試練。族長ですらこの試練に打ち勝てぬこともあるほどだ。この腕試しは雪の外科で最も危険な試練。族長ですらこの試練に打ち勝てぬこともあるほどだ。あれ、なんで刺してくれないんだろう。腕試しについて知りたい。この腕試し、もう訓練ならば終わりにするしかないな。え、なぜ。お前は意志が強いな。1位取ってないからってこと。今はいつでも戻ってくるといい。それはそれでちょっと困ったけど、じゃあちょっとウェラックの方行こうか先にね。さて結局させてもらえなかったんで戻ってきたけど。セクーリを信じるんだ。彼女の絵にダサくはないからな。さあアラタクに挑戦。お前の功績を皆が口々に語っているぞ。お前はこの雪に覆われし我らの地に特別な興味を持っているようだ。ああ、全て知るにはこうするしかないみたいだしな。まさか挑む気か。ウェラックのために。貴様が冗談はよすんだ。冗談ではないわアラターク。そういうことか。こやつはお前の手先ということか。お前が後ろ盾ということなら挑戦を受けるほかない。考え直したと思ったのだがな。頂への出入りを禁じたのはあなたよ兄様。兄弟だったのか。思ったより事情が複雑みたいだな。いや至極単純だ。下枯山で貴様を待っている。そしてこの茶番を終わらせてやる。どうか説明させてください。ああ、ぜひ頼むよ。なんでアラタークと兄弟だって言わなかったんだ。必要ないと思って。まさかよそ者の前でその話をするなんて兄は怒ってるでしょうね。私は人を見る目がない。いつも魂とばかりいたから。もしくは一人でこの巡礼がただの兄弟喧嘩だと思われたくなかったのです。決してそんなくだらないものでは。まあでもまあくだらないものになってしまったよね結果ね。あの兄ちゃんの発言、アラタークねの発言があるとね。お前とアラターク結構大胆だな。兄に喧嘩売るなんて。そうするしかなかったのです。兄は私をまるでか弱い子供のように扱って私の運命を受け入れようとしない。でもいつの日か許してくれるはずだと思っていた。いつもそうだもの。まあ信用してる部分はあったと、挑戦について。兄弟喧嘩はともかく、決闘とは一体何なんだ。下枯山で兄と機械狩りを競うのです。先に仕留めた者が勝者に。楽ではないでしょう。楽なことなんてあったか。狩りの開始地点で
待っています。詳しいことはそこで説明した方がいいでしょう。じゃあ行こう。家族の揉め事なんて興味はない。知りたいのは頂きの奥のこと、魂、デーモン、それに機械との関係だ。本気でやるつもりなら私に隠し事はするな。あなたを見くびっていました。兄のこと、二度と同じ間違いはしない。下枯山で待ってる。それじゃバヌークを従えに死ぬかもしれない試練に挑むとするが、願ったり叶ったりだ。下枯山待っていろよ。新種の機械が姿を現したわ。勝っても勝っても、結局兄弟喧嘩に巻き込まれた感じね。ああで、いろいろやってたからその評判上がってっていう流れなんだ。じゃあ、やることを先にやってた部分もあったからって感じなんだね。じゃあここ飛んでこうかな、行くならね。そう、クリントホークいるね。遠鏡ベラックのためにか。戦わないとか。よし、下枯山はすぐそこだ。まず一体やっぱ外れるね。もうなんだろうな、ほんとギリギリ当たってないって、なんかずれてるって感じだね。しかも夜で全く見えないしね。寒い、冗談抜きで寒い。アラタークとオーリアがいるはず。あー来たねー、下刈り山。あー特にファストトラベルがあるっていうわけではないんだね。流れ者よ、私は過去に幾度も挑戦を跳ねのけてきた。恐れてなどいない。だがこれは馬鹿げている。貴様はよそ者だろ。貴様はつゆほども私の責務を理解していない。一狩人として貴様に助言する。身を引け。雷鳴の頂に行かなきゃならないんだ。あの山の何を知っているというのだ。我が妹を危険にさらしはしない。だったらやるしかない。よかろう、
その傲慢な願いをいてつく大地に葬ってやる。二人とも、さあ始めましょう。狩りをし生き抜くこと、それがバヌークの証、そして試練そのもの。あなたは下枯山を東から登り、アラタークは西から、それぞれの道に凶暴な機械が待ち受けています。ウェラックの狩人がそれぞれ配置され、倒すべき機械の群れを呼び寄せるでしょう。狩り場は尾根から山の中央にかけて広がり、渓谷を下った先に最後の獲物が待っています。必ず獲物を倒すたびに一族に狩りの進行状況が分かるようこの合図を打ち上げること。機械を倒して風船を上げる。なるほど。じゃあ三つ目の風船を上げた方が勝ちか。ええ、そうです。でも挑戦者にはさらなる条件が課されます。一度でもアラタークが先に風船を上げれば彼の勝利。やめるにはもう遅すぎるぞ。そっちこそ。それでは私の合図で。始め！よし、山の上を目指そう。待って待って待って、相手一つでも上げたらってヤバくね？進む道はいくつかありそう。岩の絵が道しるべになってる。それさ、チャレンジャー振りすぎんやろ。とりあえず急ごう。振りとかのレベルじゃないか。よし、上だな。あって、なんでかな。はい、で、どこどこどこ、マークがあった。いやー、これもうちょっと明るかったら分かりやすいんだろうけど。よし、ほら頑張って急げ。道は合ってるみたいだ。やばい、5分46秒。で、これ登って、あー急げ急げ。もうすぐだ。いいか挑戦者よ、下にいる機械の群れを狩るんだ、すべてだぞ。群れを一掃、それなら。それダメ。はい、でさらに置く。はしごを落としてやったぞ。早く登って風船を上げるんだ。
はい、お待ちを。ちょいっとお待ちを。珍しい部品だ。でも取ってる暇じゃないんだろうな。ほら、登ってくるんだ。はいはい。それじゃ行くか。崖の上に登って風船をあげるんだ。はい、あげます。すげえ、こんなとこ行けんだもんな。アラタークは慣れている。急がないと。下に降りて次の地霊へ向かうんだ。下、下、はい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 。この先にベローバックが2体、両方倒せ。他の機械は気にするな。ベローバックね。ベローバック2体仕留めるぞ。ベローバックだけでいいんだ、それ助かる。逃げるな。よし、まずは一体。もう一体。どこ。マジで見える。風船に向かおう。戦闘中ね。一体それ。ほら、ここに来て風船をあげるんだ。分かってるって。完全にね、マーク見えなくなるからね。はい、すぐに追いつかれる。急がないと。ほら、ファイヤーフックを使って谷の底へ降りるんだ。あと、これね。ほい。相手の方が有利すぎんだろう。もう少し。はい。もうすぐだ。でも妹のことになってるから結構やっ気になってると思うんだよね。早いと思うんだよね。おい。なんだ最後。何
かおかしい。最後の獲物を誘い込む狩人がいたはず。すぐ後ろまで来てる。なんだ。痛い痛い。痛え、マジで。意外と余計上手。全然似てる暇ねえぞ。めちゃくちゃすぎる。今の外す？マジか。はい。いやー無理だな。結構外れるの多いぞ。
いはいはい。ああ。マジで。はあ。フロストクロー、雷鳴の頂から来たんだ。襲撃で試練は中断された。そのような場合、試練の結果は無効となる。あの勇士を目にしただろう。機械を倒したのはアーロイだ。私ではない。アーロイこそ族長にふさわしい。我らはバヌーク、生き延び勝利する。ただそれのみ。我が血はその牙と共に。私はお前の狩りに従おう。今後雷鳴の頂への立ち入りを禁じます。族長と私を除く狩人全員です。無礼を承知でお前に頼みがある。私も同行させてくれないか。認めてもいいでしょう。私の言うことを聞くなら。いや、私の言うことを聞くなら。雷鳴の頂へ、とこしえの溝という野営地が麓にある。そこで落ち合いましょう、族長。はい、レベルアップ。それにアラタークのような武器か。族長用の装備ってところだろうな。とこしえの溝へ、雷鳴の頂が待っている。じゃあちょっと装備も見よっかね。いやー、あれ3体は地獄だね。だ、続いてファイアブレイクと。バヌーク下の槍。レベルもガンガン上がったな。まあフロストクロはここで出ると。じゃあ装備見てみよっか。保守、天下ではなく、豪華報酬。霜の雨。ベラックの族長。ああ、これね。ちょっと変わったね。時間経過で体力が回復する。だからこっちはゆっくりだけど、こっちはさらに良くなってるんだ。装飾が増えたって感じだね。これ、ストームスリンガーで、こっちが、あー、ストームスリンガー氷版って感じか。
70、75。さあね、この粉砕とかダメージがあるだけでやっぱ違うよね。氷、これいいね、めちゃくちゃいいね。粉砕、電撃、あ、霊気、あれ霊気はね、霊気粉砕とかさ、やっぱこのダメージ、そうだね、操作性ダメージ入るもんね。でもこれではないな。下手したらこれ操作性のやつの方がだよね。火力上がるもんね、弓ね。多分この操作性だろうね。当たらないのね。はい、ということで、今回ここまでしたいと思います。まあストームスリンガーと一緒かな、この下のやつはね。で次回は、ここか。そしたらあれだね、一旦村、ああそうだね、村戻って、まあ、こっから目指していくっていう感じになるのかな。そうだね、そんな感じだね。はい、ということで、動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。